健康全裸系水泳部海賞は、週刊少年マガジン2005年33号から2008年21.22、合併後まで連載したワットリミツルによる日本の漫画作品、テレビアニメ、舞台、ネットラジオゲーム展開もなされた。なお5時に夢中にて本作の番宣が行われている。なお、題名の全裸系は、心が真っ裸という意味で付けられた。 少女に長はアムロは父親と共に家付きのイカダに乗り、はるばる沖縄から海猫市所の島の海岸に流れ着く。そして彼女は海猫市にある県立海猫商業高等学校に転校する。彼女はその不思議な英力を買われ水泳部入りし、ドタバタの騒動を引き起こしつつも海衣装の人気者になる。そんな中、マネージャーの沖浦要はアムロに一目ぼれいする。 声は、テレビアニメ版声優。縁は、舞台版俳優。水泳部連載開始時は、男子5人女子14人。インターハイ後に3年生が引退し、男子4人女子12人、計16人。新年度に新1年生10人が入り、計26人に。主要人物3年 OBOG2 年3年1年2年、新1年以下に挙げる、キャラクター以外にも、 数名の新一年生が登場している。新聞部最大最強のライバル校。アンダーヘアソリをかけて温泉我慢勝負を行ったことも。部員は二十数人。埼玉県にある音楽系学校。中、生、花、月雪の子クラス生。一糸乱れぬ、統率性が自慢で、合唱とシンクロさせた独自の英法で他を圧する。部員は二十六人。表記は、 選手名出場種目。リレーの場合は、出場種目選手名となる。単行本題休館にて、マガジンでは掲載されなかった結末が描かれている。なお、ちぐさ、かおり、やまな、やすよ、けいこ、りるなどの卒業後の進路や、新一年生水泳部員たちの本名が、明かされていないなど、未消化の部分も残っていた。2007年7月より、 UHF アニメの携帯で放送された。作品名の通り、全裸描写や曲部描写が見られるが、独特の漫画の吹き出し風文字で隠す、全裸体をデフォルメ描写で処理するなど、卑猥感を極力排除した演出が多く見られ、お色気作品というよりも、むしろ、学園ドタバタギャグコメディ色が強い作風となっている。なお、アム、露役の豊崎愛生は、 本作が初主演である。陽を演じた、豊永敏之は、イティメディアとのインタビューの中で、躍動要過去のトラウマから泳げないことを明かしており、キャラクターに共感する部分を持ちながら演じて、いけるだろうと意気込みを語っていた。武田生徒の役には、少女や女性を演じることが多いコオロギサトミが、起用された。複数の出演者が、番組名を耳にした際、全裸で泳ぐものかと思ったり、 放送できるか疑ってしまったものの、原作を読んで内容を理解したと、様々なインタビューの中で振り返っている。2007年8月2日から8日に、全労祭ホールスペース0にて公演された。ライブ DVD が、2007年11月21日に、マーベラスエンターテイメントから発売された。2007年11月22日に、プレイステーション2用ゲーム、海ーが発売された。 制作、5グラム系、発売、加賀クリエイトプレイヤーが、沖浦要となり、選択式で各シナリオを進行、最終的に各女性ヒロインと結ばれる、マルチエンディングによるアドベンチャーゲーム。原作をベースにし、オリジナルのシナリオも追加されている。沖浦以外のキャラは、フルボイスであり、声は、アニメ時の声優がそのまま担当している。初回限定版には、 オリジナルサウンドトラック CD とスペシャルドラマ CD ミスウミショウの映冠は誰の手にが特典としてついてくる。予約特典は特製マウスパッド。ウミショウに関するカテゴリー。ありがとうございます。